三田市の三田市民病院と神戸市北区にある済生会兵庫県病院の再編統合についてお伝えします。今年7月の市長選で当選した田村克也市長は、去年三田市と神戸市、済生会の3社が合意した市民病院再編統合計画の白紙撤回を公約に掲げて当選しました。しかし就任後は市民の声を聞き最善の方法を検討するなどと述べ、方針が揺らいでいるとも取れる発言もしています。こうした中、田村市長は再編統合の方針決定に向け市民と意見交換する会議を始めています。先月22日から三田市内で始まった地域医療市民会議では、市民病院の再編統合計画について田村克也市長と市民が直接意見を交わします。開催2日目の昨日は1日で4回行われ、合わせておよそ100人の市民が参加。賛成派からは、優先しないといけないのは医療や設備の質、反対派からは救急搬送が多い高齢者にとって病院が遠いのは困るなど、さまざまな意見が出ました。どっちにしたって遠い方はできるわけです。どこに病院が建とうと、だから建物の場所でなくて私は質だと思っています。できれば充実した医療が受ける場所に運んでいただきたい。誰のための病院ですか？先生のための病院ですか？お医者さんのための病院ですか？違いますよね。市民のための病院ですよね。この税金、私がせっかく払ってるんですけど、統合したら市外に出るって言うんですか？医療の重要さというのと、あと交通の部分、アクセスにしか、もろもろ、いろんなことが絡まってきますので、私はそれを今、いろんな形で、皆さんが、より良い生活できるように真剣に考えてやっていっていますので、ご理解いただければと思います。はい。田村市長は公共交通の充実や医師の確保が必要などと強調したものの、再編統合への考えや決定の時期は明らかにしないなど不透明な部分も多く、参加者からは不安の声も上がりました。今すごく迷っておられるのかなと思いました。今の三田市民病院をもっともっと充実した病院にできないのかっていう提案が全くなかったんですね。はい、なのでそういった提案もしていただきたいなと思いました。不安です。三田市の歴史に残る決断を一つよろしくということをお頼みしました。市民会議に参加してよかったというご意見がたくさんあったので、それについてはね、本当に良かったなと思っております。はい、病院の問題につきましてはね、情報をしっかり発信するということと、市民の皆さんの意見をしっかり聞く、それから市民の皆さん納得感を得るというステップを今回の市民会議で、まずはやりたいと。この地域医療市民会議は三田市の市民センターなどで今月20日までにあと7日開催予定で、市のホームページで事前予約を受け付けているほか、空席があれば予約なしでの参加もできるということです。この市民会議では再編統合問題のこれまでの経緯や財政負担の考え方など9つのテーマについて市の職員から説明を聞くブースも設けられていて、三田市民であれば何度でも参加できるということです。